こんにちは。あなたの生活習慣を変えるダイエットトレーナーの根岸です。今日はダイエットに対する考え方のお話をします。ダイエットって我慢したり運動したりするような辛いことをすることじゃないんですよ。ダイエットって悪いことをしないことなんです。これ見てください。寿司とそばがヘルシーだと思ってませんか？デスクワークなのに昼からパスタとか食べてませんか？夕飯を夜寝るだけなのに満腹になるまで食べてませんか？お酒毎日飲んでませんか？締めのラーメンなんてやってませんよね。そう、ダイエットって我慢したりとか運動することではなく、明らかに体にとって良くないよっていうことを排除していくことなんですね。もちろんこれは全くやめろっていうことではなく、頻度を下げてくださいっていうことなんです。誰が見てもこれやばいっしょっていうレベルのことをやり続けるから太るんです。いいですか？ダイエットっていうのは辛いこと、運動することではありません。こういった悪行の数々の頻度を下げていくことからダイエットの始まりなんです。